ですかこれ。お、いいんじゃね、うん、なるほど。これでグダグダくっちゃびりながら撮るとそう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 。そこら辺はあのちょっと宿泊してますんでいろいろ考えて撮ってますんで、いろいろやってますんで。ではじゃあ車を進めていきましょう。こういうところでちょっとヘッドライトが来たのかな。2台目がなかなか味が落ちたという話を聞くんだな。それこそ危ない時間の時ですかね、ここはね。そうですね、僕もね、起こしたもうこんなになっちゃったけど、昔はもうそれを一回積み上げてあのストックして、うちらがこう外来で来る車が下行くとあれで積んでくれるわけです。あ、今動いてるこのこちらの右のです、これですね。あの右に動いてるやつ、ね、はい、あれがトラックの、うん、積むやつ。あのテナーって言うんですけど、テナーって言うんですね。うん、構内自由に動けるから立てて横もこう平行移動できるんですよ。へー、こちらがストックされてて、この船にこうなってるのがこのガントリーですね。そうですね、ガントリークレーン。これから船で下ろして、港南車ってあの何て言うんだろう、あの俺らが引っ張ってる車種と違って、通称チューリップって言い方するんだけど、角っこがこう何て言うんだろう、そのままポコッと乗っかるようになってるんですよ。固定されない状態でポンと乗せやすいように、いちいちこうロックしたりあれするの手間かかんないんで。船もね、あの停泊する時間によってどうのこうのっていうのがあるから、あの長く止まっちゃうとダメだから、だから夜通し作業で停泊量がものすごく高いですよ。ああ、そうなんですね。飛行機の空港利用料とかよくいいじゃないですか、はい、あれと一緒です。一緒なんですね、うん、船の仕事やると夜通しやって早く出しちゃう、そうなりますね。マラソンで知りました。こんなところルートだったんだね。
テナモリには止まらないですよ。大好きなんですよ。どうですか、このスペースで下に置いちゃうと、はい、この長さ40フィートの長さしか置けないけど、はい、1本しか置けないですよこのスペースで、はい、立てておくと、1,2,3,4,5,6,7,8本ぐらい並べたのか。あーなるほど、そういうことなんですよ。平置きのシャーシュプールだとどんだけ詰めていてもこの長さだと、まあ、この長さ2本が限界かな。だからこの長さだと本当この分で1本分の長さで約10本分ぐらい立てれば置けるんです。冷凍庫の整理と同じですね。そうですね、感覚からすると、うん、あれですね、大井ふ頭には立体駐車場のシャーシュプールがありますね。あ、立体があるんですか。立体があります、俺それ見たことある。しっかりこれは盲点があってコンテナを置いた状態のシャーシュ置けない。あ、確かに。あくまでも空シャーシュ、それと空シャーシュ何も乗っかってないから、コンテナ乗っけてるとどうしても無理じゃないですか、立てることできないから、はい、乗るじゃないとかです、うん、バスが来ました。走らせたいみたいな。そうなんです、それでなんかコンテナがいっぱいね作ってみたいし。コンテナ大好き。コンテナはね、あの俺のトラックの中にあれがある、なんだっけ、あそこトミーテックかなんかのね、はい、あの開墾のね、ミニカーのシリーズ150分の1あります、ね、あれが何台かね、トラックなんか転がってる、はい、あれはね、あのコンテナとね、模型のコンテナ合うんですよそうそう、基準になってるね、あれね、ちゃんとピンと入るんです、入るんですね、入るんです。平野コッキーは3日持ってる箱で買ってるんです、平野コッキー箱で買ってそれこそあの状態ですよあの状態で平野持ってるんですコッキーがいっぱいみたいな。コッキーね、箱買いしちゃうんです。あ、でもあれね、要はあの訓録あれするようにこう低くなってる、低くなってるんです。100ですかね。頭ってのは何にもないんですよ。で、椅子から下に全部入ってるから、はい、エンジンなんかも下に積んであるし、トランスミッションなんかも下だから重心がものすごい低いんです。へー。だから絶対こけないです。じゃあもうあれだけヘッドから走っててもこけない。こけないです。急ブレーキ踏んでも基本的に前につんのめるとかそういうこともないですしかない。結構コンテナが置いてあること自身、ね、感覚的から言えば非日常かもしれないですね。これなんかは当たり前の光景だし、うちの会社の脇地も置いてあるから行くだけでも見たし、ね、自分が扱ったこともある。またアプリは見てる、テナーの作業とかするのも下から見る。あとはロック外して外し忘れてつぶやいちゃうとすげえ怒られる。ロック外れてねえや
ないものが基本的に日本の中に入れられないから、はい、ところが来ちゃうわけ、来ちゃいますよ、はい、だからそうすると保税地域に1回置いて検査が済んだら出せるみたいな、税金の絡みだと思う、いろんな会社がこう入ってて、あ、これか、制度、あれこれ、これまあ繋がってきたんですね、これで重量測る。これ今357から下のこうあれしてこれるからここまでは入れる。はい。横浜港に今船が入れないんですよ。エリザベス号とかすごい高いやつ、はいはい。それで今こっち側に止められるように作ってるはずなんですよ。最終的にこっちが船の停泊場になりました、予定なんですね、こっち作って、今最終的にこっちになるって話をしてるんですけど、いつかかしら、ここがね YCC のところだと、ここなら大丈夫でしょう、ここもすごい、本当にこんなところ来てねえな、マジ本当冗談抜きで本当に、ね、もうバス1本だから本当にこれね来ないな何十年ぶり異国カール、異国カールねうまく。